はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回はね、またビルダーズやっていきたいと思います。土ブロックの建築をね今やっていまして、裏作業しておきました。まだね全然完成ではないんですけども、まあ今どんな感じになったかっていうのを今回はこの動画で見てもらおうかと思います。よろしくお願いします。そして、もう一つ、前回の動画でですね、仕様かバグかなんて言ってちょっとテンパった動画上げさせてもらったんですけども、まあ、そちらの方は結局仕様でした。作業台が使えないのは焚き火が多かったから使えないということで、仕様だったんですよね。まあ、それをね、ツイッターやコメント等で教えてくれた方、本当にありがとうございました。素早いレスポンスで非常にありがたく思っています。はい、ではね、まず外面がねこんな風になってきました。どうでしょう、まあ、1の体験版の頃から見てくれている人だったら少し懐かしいような感じにもなってきているかなって思うんですけども、まあまあまあ、以前もあの動画で同じことを話していると思うんですけど、まあ、いろんな場所に今手をかけている状態なので、どれもがねまだ全然中途半端なのですが、まあ少しずつねやっているんで、これからもよろしくお願いします。はい、内部なんですけどもこんな形になっています。まあ、極力松明とブロックだけっていう風にはしていきたいんですけども、まああと火ですね、うん、だけにしていきたいかなって思うんです。まあ、ワンの体験場の時も暖炉を作ろうということでやったやり方がこんな感じでした。はい、ワンの時はねこの焚き火を使用していたんですが、焚き火は撤去してしまいました。松明にね変えてしまったんですけども、まあその対処法、焚き火を置きすぎても作業台を使えるという対処法は教えていただいたんですが、教えていただいた時にはねちょっともう撤去してしまってたので、これはもうこのまま継続でやっていきたいと思います。まあ、内部なんですけども、これだけではなくてですね、この階段を登っていくとちょっとした通路なんてものもねあります。こういった通路は1の体験場の時に結構作っていたと思うんですけども、まあ、今回もねそれに倣ってできる限り通路を作っていきたいということでやったんですよね。うん、はい、もちろんねこっちから出てくることができて戻ってきました。さらにこの真ん中の階段を上って2階の部分に来たりすることもできる予定です。まだね2階の部分全然できていないんですけど、道具屋さんあんまり利用してもらっていないかもしれないですね。はい、そして外側はこんな風になっています。このね作り方もなんか懐かしいかなと思ってやっておきました。ここをねブロックで埋めちゃうか、そのままこう吹き抜けにしとくかは悩んでるんですけど、確か1の体験場の時にもねこういうブロックで作った三角屋根で大きな建物というか通路というか作った気がするんだよね。で唯一あったドラゴンを倒して手に入る緑色のソファーあったじゃないですか。あれをなんか玉座に見立ててやって
みたいな感じでやってたと思うんですよね。うん。あの感じにしていきたいかな、まあ。うん。だからね、まあこう、家具とかをね、使う場所は使って、使わない場所は本当にもう松明っていうか、まあ火系統と地ブロック、オンリーで、温かみを出せたらなぁなんて思いますね。まあもうすごい寒い時期にもなってきましたから。うん。そうかな。で、ここら辺も作ってる最中ですね。ここは変わってないかな、特に。一応いくつか部屋を作れるようにこんな風にはやってるんですけど、うん、まだ全く何も考えていない状態です。そしてですね、今回作った場所でも一番大きい規模になりそうな場所がここです。はい、変哲もない場所なんですが、ここ塔になってるんですよね。こういう風に登っていくのも1の体験版の頃にやっていたかなって思うんですが、こうして行くとですね、はい、この懐かしの天空の通路ということでですね、この長い道のりを作っておきました。ここからどういう風に味付けしていくかっていうのは全く未定なんですよね。うん。はい。そしてたどり着いた先にこの天空のエリア。天空のエリアはね、禁断だと思ってたんですが、ついに手を出してしまいました。まあ、ここからね、広げていくっていうのもいいかなって思うんですよ、通路を。うん。で、このね、土ブロックの場所を上から見下ろせるようにしたり、まあ、どこでも天空の通路から移動しやすくするのもいいかなって思うんですが、一つだけ僕の中で今、やべえなって思ってることがありまして、それがですね、多分これ、一応考えてなるべく高い位置で作ったんですが、これね、多分、全面に天空の土ブロックを設置しちゃうと、この下のエリアがね、陰っちゃうんですよね、影で。多分これ暗くなってるのは、土ブロックの壁のせいじゃなくて、天空の土ブロックのせいじゃないかなって思うんですよね。どうなんだろう、ちょっとわからないんだよね。かといって作ってから、ああ暗くなっちゃったじゃ嫌なので、まあ、今回は天空の場所っていうのは今ぐらいの面積で抑えておいて、通路だけまあ作っちゃうっていうのも手だし、まあ今回の動画で総じて何を言いたいかというと、全体的に、全てにおいて悩んでるっていうとこなんですよね。着手し始めたのはいいんだけど、ここから先どういう風に作っていこうかっていうのが行き詰まってる感じなんですよ。僕はもともとこういうのを作ろうと思って作っていくっていうよりは、作りながら考えていくスタンスなんですけど、まあ、それでもインスピレーションが湧いてこないのが正直なところ今。特に今言った天空の場所、もう土ブロックで天空の範囲を広げていくか、それともこういう感じで通路だけ作って天空の場所はあれだけにしとくかとかね、まあ、この2階のお城のね、2階の部分もどういう風にしていこうかとか、画面向こう側にあるね、部屋があるエリア、あそこもどういう風にしていこうかとかっていうのが、まあとにかく悩んでると。そんな感じでございます。はい、
ということでね、とりあえず、裏作業今こんな風に進んでいるという感じなんですけども、まあ、この後どういう風に作っていこうかっていうのが非常に悩んでいる感じであります。まあ、多分通路はやらないかな。通路もやらなくて、まあ、もう少しだけこの天空広げてここに何を作るかというところで、まあまあまあここは決めてるけど、まあとにかくね、このお城とかもどういう風にしようかとかね、悩んでますね。そしてね、土ブロックがまたね、本当にこれ作るまでね、999×5 ぐらいあったんですけど、一気にまたなくなりまして、残り298個になってしまいました。また土ブロックも集めつつ頑張ってやっていきたいかなと思います。では最後にね、まあここに今こうして10人試しにね集めてみたんですが、どんな移動をしていくか見てみましょう。あっちに行っちゃう連中っていうのは落ちちゃうんですよね。なのでこっち側に行く10人たちを見ていこうかな。でね、あっちに向かっていく住人っていうのがいるってことは、向こうに通路を作ればもしかしたらこの狭い通路を住人が使ってくれるかもしれないなと思って、それもまた面白いかなって思うんだけどね。今あえて落ちちゃってるからね。まあ、どこかにまた登れる階段を作って通路でつなげるっていうのもある種面白いかもしれない。じゃあどこに作るのっていうと難しいとこなんですよね。お、いいですね。住人たちちゃんとあの塔を使って降りてくれるわけです。みんながみんなね、この塔を利用してくれればなって思うんですけど、いいですね。よし、まあ、こんな風に移動をしてくれたらね本当にいいんですけど、まあやってね落ちちゃうと、そして何よりも悲しいのが、ビルダーズ2の NPC っていうのは高いところから落ちても死なないんですよね。まあ、1の頃から見てくださって、おすげえな、ワンの頃からね見てくださってる方はわかると思うんですが、僕は結構住人を落としたりして遊んでたこともあるんで、なかなかね楽しかったんですが、今作では落ちても死なないので、まあ、多分、ここに塔を作っ塔っていうか、まあ、階段ね作って、あそこにこうつながるようにして、あの天空につながるようにして、そしてまたベルを鳴らして住人でも観察しようかなって思っています。はい、ではご視聴ありがとうございました。まあ、なんかね悩んでるんで少し更新が滞るかもしれないんですけど、まあ楽しみに待っていてもらえればなと思います。じゃあ次回もよろしくお願いいたします。